そのただで、例えば高校に行けます、うん、ただで大学に行けます、大学院に行けますというハードルをものすごく低くするということが、例えば兄弟が多いということを1つの下げる要因に使っていくとか、はい、あるいは一人親であるということを下げる要因に使っていくとか、ということで、僕はサービスそのもの、教育というサービスそのものを、あるいはもっと小さいとか保育所とか学童クラブとかというサービスそのものを安く提供する、はい、あるいはただで提供する。うん